バンズハウス女子会。75歳ぐらいのおじいちゃんが、うん、一番幸せなのは共依存だって言ってたの。元々気になってはいたから。手は出してた、ね、手は出してたね。はい、じゃあ早速ももちゃんガチャお願いします。ほいほい、はい、ビールをいいね、飲んでる感じする。もうね、あ、何ですか、うん、じゃじゃん、恋愛しなくても生きていける人、ゆらちゃん。はい、なんか、うんうん、恋愛しなくても、うん、私は完全に生きていける人なんですけど、うんうんうん、多分、うん、私以外の3人は違うなと思って、うん、その恋愛しないと生きていけない人の、うんうん、はなんでなんだろうっていうのを今日知りたくて、うん、ちょっといろいろ聞こうかなって思ったんですけど、実際そうどうなの、恋愛しない、恋愛がないと生きていけない、うん、生きていけない、うんうん、生きていけない。無理。方は？で、生きていけるけど、うん、あった方がもう全然人生が楽しい。全然違う。なるほど、うん。なんでなのそれって？え、なんでなんだろう。寂しいじゃん。寂しい。恋愛してない状態は、ね、誰かいないと、なんか誰、心の拠り所が欲しい。ああ。心の、ね、恋愛は心の拠り所。うん、うん、なるほど。うん。他でもよくない？あ、人じゃなくても、男じゃなくても、私今猫飼ってるから、うん、なんかだいぶ猫がそれに近いのよ、うん、心の拠り所というか、うん、そう、うん、だから別に恋愛、なんか人間はさ、めんどくさいじゃない、裏切る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 、めんどくさいから何があった？いや、なんかそのなんか動物は裏切られじゃないけど、なんかなんかあった人みたいな、なんもない、なんもないんだけど、でもそうだよね、そう普通にね、そう確かにね、うん、そうなの、なんかだから、ね、一緒に暮らしてる絶対楽なの動物の方だから、なんか人と一緒に暮らせなくて私、あ、そう、何がダメなのその一緒に暮らす時の、なんかその一人に暮らしって言っても一人一人ルールがあるじゃん、うん、なんか、うんうん、トイレ行った後絶対手洗うとか、うんうん、お風呂上がった後の髪の乾かすタイミングとか、うんうん、そのなんかいろいろ細かい細かいのがあるじゃん、はいはいはい、なんかそれが絶対同じじゃないから、うん、それをなんかすり合わせなきゃいけなかったりとか、うん、なんかそれがめんどくさくて、めっちゃでもそれイライラするポイントにはなるよね、そう、うん、確かに別れる原因にもなるよね、そうそうそう、私家族でもなんかそういうのが気になったから、なんか別にそのめちゃくちゃ仲はいいんだけど、家族仲はいいんだけど、うん、なんかやっぱ実家はちょっと息苦しいなっていうのが、帰省しても1日目は楽しいんだけど2日目からちょっともういいかなみたいな、うん、でもめっちゃわかるの、なる、自分の実家の方がそれある、ね、なんかそのなんだろうな、例えばさ、だらしないとかさ、うんうんうん、なんか服をなんかそのままポッてそこら辺にやるとか、私結構嫌なのね、うん、でも家族って意外とルーズなの、家族の方が、うんうんうん、だから恋愛の時はそう選べるじゃん、はい、なんかまだもうちょっと潔癖な人選ぶとかできるから、ね、まだ私はそっちの方が好きかも、なるほど、家族仲いいんだけど、うんうん、いや、わかる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 、ね、あるよね、なるほどね、そ、恋人だったら選べるし、うん、言えるってこと、そうそう、まだそっちの方がいいかなって思ってる、個人的には楽しいのはわかるの、確かに実際好きな人いたら楽しいし、付き合ってると楽しいのはわかるんだけど、なんかそれを上回る面倒くさが私は気になっちゃって、なんか恋愛してると楽しいんだけど、恋愛が終わったらホッとする、なんか、あ、一人でやったみたいな、ホッとすんのか、ラーメン食べに行こうみたいな感じになる、私無理だわ、落ち込む、うん、めっちゃもう半年ぐらい余裕で半年あ引きずる、うん、もうこっちから振ったとしても引きずっちゃう、うん、なんで、分かんない、悲しい、寂しいんだ、悲しいのかな、多分依存しちゃうから私は、うん、あ、恋愛してる方が楽しい、楽しい、依存したい、でもそれ本当にそこだよね、相手に依存できるかどうかで恋愛楽しいかどうかって決まる気がする、うん、でも依存したらしんどくない、うん、しんど、あ、共依存したい、あ、共依存、共依存ってどういう状態なんですか、お互い依存してる状態、お互いがお互いいないと嫌だみたいな、そう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 、お互いがお互い、シンプルに言うとお互いがお互いのことめっちゃ好きってこと、
うん、まあ、それは幸せだね、それは幸せ。確かになんか75歳ぐらいのおじいちゃんが、うん、一番幸せなのは共依存だって言ってたもん。何のおじいちゃん、本当に人生経験豊富なおじいちゃんが共依存が一番やって言ってたから、共依存だったの、共依存って言葉、共依存っていうのが一番やって言ってたよ。75年生きてきて、一番、じゃあ一番だ、すごい、そうなんだと思って。じゃあそれは共依存が一番ですね、本当に。けど、恋愛ってさ、一人の人とずっと長くするもんなの、いろんな人と恋愛する方がいいの、やだ、一人が長く、え、もう何十年でもいいの、もう結婚したい、何十年でもいい、その人 と今結婚相手を探してる、探してる、婚活中、早いね、婚活中、婚活中か、おばちゃんは、私結構でも若い間はなんか多分たくさん恋愛した方がいいと思ってるタイプではある、すごい、なんか落ち着くのはまあ30代とかでいいかなみたいな、20代のうちはいっぱい恋愛したい、遊びたいなって思ってるけど、そう、なかなか、ね、でも分かる、なんかそ遊ぶ、なんか遊べる時に遊んでた方がいいよね、なんか変な年齢で遊び出すとなんか変な人間になるから、そうなんだよ、そうなのよ。でもまあ私的にはその前デビューする前まで、なんか童貞と知り合えるルートがあったんだけど、なんか友達に紹介してもらったりとか、なんかあったんだけど、あったんだけど、童貞の斡旋があったの、やばっ、けど童貞バンクがあって、童貞アンク、ここだけの話なんだけど、全日本童貞バンクがあって、もうデビューしてからはないから、難しいんだけど、童貞で遊びたいなって思ってるんだけど、遊べない。はい、ではももちゃん、ガチャガチャお願いします。はい、ダイエット買った、あんまり入んない時あるよ、硬すぎて、硬すぎてなんだなんだ、次はさあ、桃園レナが氷を口に含みながらキャンペーン告知出たはい、というわけでファンザから視聴者の皆様に向けたとっても耳寄りの情報のお知らせコーナーです。今回はレナちゃんに、氷を口に含みながらキャンペーンの告知をしていただきます。すごいフェチがいそうな告知ですね口の中をね、結構むずいよこれ、むずそう。じゃあレナちゃんスタンバイお願いします。頑張れ頑張れ頑張れ、ではレナちゃんキャンペーン告知お願いします。頑張れ頑張れお母さんも大学看板大学看板大学看板母親が開催しました今回お母さんが看板ガールをここ迎えますよ噛もうと思う振られても同じ人に何度も告白する男ってどう？リッカタン。はい、私です。私の経験なんですけど、なんか何回
じゃあ最初に告白されて、うん、ごめんなさいって振っても、うん、もう諦めずに何回も何回も告白してくる人がいたんですよ、うんうんうん、そういう人ってどう思いますかっていう質問です、うん、リカタンどう思うの、はい、私はもうその人無理だったから全部振りました。そうなんだ。私もそう、私も同じ感じかも、うん、何回言われても無理なもん無理だよね、うんうん、正直、うんうん、あそうなんだ、うんうんうん、っていう感じなんだけど、どう？私は1年ずっとアピールしてくれた人いて、うん、すごい長いね。でも1年後に好きになりました、その人。なんでなんで、なんかね、あその1年私にも他の人がいてはい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 、そうでその人と終わってうん、うん、たらなんかあなんかその人ちょっと行ってもいいかなとか、もともと気になってはいたから手は出してた、ね、手は出してたね。手出してたの？手は出してたね。キープだったの？あ、まあまあまあ、キープにできるんだね。うん、え、じゃあもともとちょっといいなって思ってたの？思ってた。へえ。もうのし上がったみたいな、その人が、いなくなったからね。そうそう、あ、だから全然ありだと思う。なるほど、うん、私もあり派かも、結構あの、うん、告白されたら嫌じゃないなって思っちゃうかも、うん、誰でも、うん、誰でも一応、でも、まあ、その中で嫌だっていう人嫌だけど、まあ、え、でも可愛いよね、うん、言ってくれたら嬉しくない？可愛い、うん、だって人によるかも。急にえ振ってんのに何回も言ってくるんだよ。え、でも急にそこで好きになっちゃう可能性もあるよね、うん、あるかね、悪い気はしない。うん、嬉しいけどね、嬉しいけど、嬉しいけど、3回目から怖くない？うん、確かに怖い。でもその人6回ぐらいだったよ、立夏の6、2年半ぐらいで。それはそうなるわ。でも2年半、年半ぐらいで、すごい、そう、全くなく、全くなかったってか、なんか苦手だった。あ、分かる分かる、苦手になってくるよね。え、そのさ、なんか LINE でさ言われ続けるの、なんて言うんだろういや、もう直接だし、うん、それみんな、それ高校生の時の話なんだけど、みんなが知ってるから、うん、もう生やし立てるっていうか、気まずい気まずい、そうそうそう、お前今行けってみたいな感じ。なんかもうその空気も嫌だった。嫌だね、あ、気持ち悪いね。みんながやっぱ好きって知ってたらさ、煽るじゃん、なんかさ、好きなんだろ行けよみたいな、なるから、その空気がめっちゃ嫌だ。嫌だよね。なんかちょっとさ、いいなと思っててもさ、なんかそういう空気になってきたらさ、なんかちょっと気まずくなるよね。そうそうそう、中学校1年生の時それあった、それめっちゃキモいって思っちゃったから、うんうんうん、あれ、今思い出した。それで嫌いになったのかもしれない、そういう空気で。今思えば、うん、なんかもったいなあのさ、周りのガヤマジでかわいそうだよね、確かに。その本人がさ、その頼んでないのに、うんうんうん、っていうのはその場のノリでね、確かに。それはその男の子はかわいそうだね、かわいそうっていうとことも全然あるよね、高校の時とかもあるもんね、そういうの。あると思う。大人になったらそんなないけど、まあ、ないよね、大人になって。ないけど、なんか何回も振られてるのに行く男の人って何をモチベーションにして行ってんのか分かんなくない？次は行けるかもしれへんと思って行ってんのかな。いや、もう家に貼ったんじゃない、写真とか。怖い、ストーカー。そのくらいの息で好きなんじゃないの、わかんないけど。それぐらいじゃないと何回も行か、何回も何回も行かないよね。うん、いや、だそう、中1の時のその気持ち悪い人が、なんかその毎日その私でや、あのやってるみたいな。あの中1で、中1で、あれなんで知ってたの？一人での時間をいたしてるっていうのを。なんで知ってたのそれ？え、でもそのやっぱ男同士で言うんだよね。まあ、やだー。だから。俺ウンパイちゃんで毎日やってんだよねみたいな、みたいなのが、うん、その噂でこっちにまで伝わってきて、気持ち悪いね、めっちゃ気持ち悪いってなるじゃん、うんうんうん、だからそういうのって良くないよね。良くない。だからきっとそういうことなんだよ。中学生のそういうのデリケートだもんね。うん、しかも中学生。あれ、ウンパイちゃんありなんだっけ、何回も告白してくる人。私は結構あり、あるの、ありっていうか、まあその中でも好きになることあるし、なんかそのできるものならキープはしていただけたら嬉しいですね。え、なんか怖いなと思わない？何回も何回も振ってるのに、うん、まだ来る、まだ来るみたいな。え、怖いなっていうのは多少あるけど、うん、でもまあそんな、さすがにそれは見極めるから、なんか身近で自分のこと好きって言われてる人だったら別に大丈夫かな。へー。そう、ネットとかで
知り合ったとか怖いけど、あ、ちょっとストーカーっぽいよ。それは嫌、それは怖い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 。そういうのじゃなければ大丈夫かな。確かにね、お互いもともとしててみたいな、うん、友達だったけど向こうからめっちゃ元気に来るみたいな、うん、あ、友達から彼氏にはなれるタイプ、うん、だから全然大丈夫、うん、どうなの、友達から彼氏になるとどういう感じなの。でもやっと見たかった尿意棒が見れる。尿意棒、尿意棒なんだろう、見たかったというか、なんかそういう感じも新鮮だなって思えちゃう。普通に新聞、それって友達の期間が長ければ長いほどいいのか。長いければ長いほど意外となんかハマったりする。へえ、気まずそう。気まずい、ね、え、気まずいね、絶対気まずい、絶対気まずい。グループだったらなおさら気まずいね、うん、戻れないもん、そのグループに。難しいね、確かに、ね、付き合ってからもそのグループいるのしんどくない、なんか、うん、それはしんどいかも、ね、そうね、だって普通にさ、うん、その女さん男さんだとしてさ、うん、付き合ったとして、うん、その彼氏が違う女の子と二人で遊びに行くとかも、うん、もしかしたらあるかもしれないから。嫌じゃない。確かに確かに、ね、そこで揉めたかな。グループ内でなんか喧嘩とか勃発しそう。そう、そうか、どう、彼氏はなんか友達じゃない方がいいの、もともと。いや、まあ友達じゃない方に越したことはないけど、うん、そのなんか恋愛対象として見てた方が早いじゃん、話は最初からね、うん、確かに、うん、それはそうだと思うんだよな。そうね、なるほど。深い友達として見たらもうそれにしか見えなさそう。いや、そうそうそう、なんかその私もなんか最初から友達として会ってて、友達として付き合ってる人に告白されても、うん、なんか嬉しくなくて、うん、なんか引いちゃうよね、なんか。あ、そういう目で見てたんだ、うん、そうそう、あ、そうそう、そういう目で見てたんだってなっちゃうから、そうなんだ、すごい引く。確かに、そう、むずいね、むずいね、うん、そうか、むずいんだよね、どうやってやってんだろう。いやしんみりしちゃったね、うん、しんみりしちゃったね、うん、将来を考えてしまった。そうね、もしかしたら今後あるかもしれない、今後あるかもしれないから、うん、はい、では、はい、頑張っていきましょう。はい、以上ファンズハーフ女子会でした、はい、次回も女子会トークやるから見に来てください、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。On each and every day, the past is where it stays, way back.